地域の生産者から農産物を集めて近くの小売店や飲食店に共同配送する流通システムの本格的な運用が今日岡山県内で始まりました。静岡県の企業野菜バスが全国15都道府県で展開している事業で、岡山では地域商社瀬戸の輪と協業、ウェブサイトで注文を受けた生産者が最寄りのバス停集荷場所に収穫した野菜を届けます。今日は玉野市で農園を営む広畑泉さんが農産物を持ち込みました。こちらがバス停に届けられたナスとレモンです。これから岡山市の店前に向かいます。配達だけですごく時間がかかるので、鮮度のいい状態でお客様にお届けできるというのがすごく生産者としては助かります。10分後トラックが到着し、ドライバーが農産物を積み込んで出発しました。正午頃には天満屋岡山店に到着、検品などを経て店頭に並べられました。一つはやっぱり物流コストですね。でもう一つは、間が、少ないですので、そういう意味では手取りが増えますというのは2つ、あと、仲間が増えます、岡山の、農家さん同士の仲間、それから野菜バス全国も展開してますので他のエリアの農家さん仲間も増えるかなと思うので、そういう意味で3つ、メリットかなと思ってます。いろんなところで野菜バスコーナーが増えるといいなとも思います。地域経済の活性化につなげるこの事業、現在は岡山、玉野など6つの市町、20の生産者と小売3店舗が参加、50品目の農産物が瀬戸の輪が作ったルートに沿って毎週月曜日と木曜日に配送される予定です。瀬戸の輪では今後参加する生産者や事業者を増やし、新しい配送ルートを設ける予定です。